東海は線路の歪み、また電気設備、そして信号設備の状態を確認する列車になります。営業列車と同等の速度で高精度に測定することができます。列車の走行によってレールは歪みが生じますので、それの状態に異常がないかということを営業列車と同等の速度で調べています。レールに大きな歪みがあった場合は、すぐに原業区の方に連絡します。そして原業区の方で修繕の計画をすぐに立てます。高頻度かつ高精度にレールの歪みを調べている当社にとってはなくてはならない存在になります。厳しくレールの歪みを見ていますが、その厳しさゆえに当社の安全安定輸送は確保されていると考えています。